はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日は田んぼに来てます。で、画面中央にね、のり面、道路が見えてると思うんですが、この道路の下がね、たけし農場の田んぼです。で、この のり面なんですけど、前回下半分刈りまして、上半分が残ってます。まあ最悪ね、水来ちゃってこのまま田植えになってもね、大丈夫なようにということで、下半分だけね、ちょっと早めにやったんですが、今日ね、たまたま時間が空きましたので、残りの上半分をね、これから刈って、植えるんじゃないかなと思うんでね、これを刈り倒して 2,3 日、放置して、それから火をつけて、焼くという作業をやりたいと思います。で、今までね、やっぱり考えてはいたんですけど、なかなかね、サラリーマンやりながらですとできなくてね、去年もやれませんでした。7月までね、一応サラリーマンやってたんでできなかったんですけど、まあ、今年はね、もうずっと家にいますんで、今年はやっと念願かなってやれるということで、のり面のね、上側半分ですね、をこれから刈りたいと思います。で、私が立ってる位置から後ろはね、もう今終わりました。で、カメラにね、近づいてきてますので、ここから先、カメラの手前までをこれから刈りたいと思います。で、これから、刈り取りスタートになります。サイクルエンジンなんで、2サイクルエンジンのように回転数を上げなくても結構刈れるんで、そうですね、8割ぐらいかな、スロットルは。フルスロットルからちょっと下がった位置で刈っていきます。じゃあこれからスタートします。
終了しました。でこの刈った草をね 2,3 日放置しますと、表面がね、カラカラに乾燥してきますので、そうしましたらね、前回刈った下半分の草がねかなりよく枯れてますので、それをまあ材料というか燃料としてね、焼いていきたいと思います。でただ草刈っただけですとね、まあ、2,3 週間で新しい雑草がね生えてきちゃうんですが、バーナーを使ってね焼きますとね、まあしばらく持つのかなというふうに思ってます。まあこれもやってみないと分かんないんでね、初めての挑戦なんで、まあちょっとやってみようかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。